NASA のスペース X クルードラゴン、民間人を4人乗せた宇宙船が無事地球に帰ってきましたよと。で、フロリダ州沖合の海に着水しましたよということなんですけど、このことについて、やはりいくつか疑問に思ってしまうことがあるんですよね。まあ、トイレ事情に関しては、先日動画僕撮ったんですけど、どうやら一部の情報によると、このカプセルの上の方に無重力に優しいトイレがついていると。そういう情報があったんですよね。僕が言いたいのは、無重力に優しいトイレがあろうがなかろうが、そのトイレを使うことを地上で訓練することができませんよねっていうことを言いたかったんですよね。地上では全く訓練できないことを無重力っていう初体験の場でやります。しかもトイレはどうしますかと、そういうことを疑問に持っていたんですけど、まあ、この疑問は疑問としてあるんですけど、それ以外にもいくつか疑問がやっぱりあるんですよね。それは、大気圏突入して帰ってくるんですよ。で、大気圏突入するときって非常に危険なんですよね。スペースシャトルでも一回失敗してるというか、もう燃え尽きちゃってるんですよ。それぐらい危ないんですよね。もう、ブワーって燃えるんですよ。空気圧縮して1万度とか下手したら行くと言われてるんですよね。隕石も、バーンってこう、大気圏突入すると、あまりにもこう熱くなって、もうプラズマ状態になって爆発するとか言われたりしてるぐらいなんですよね。それって、とんでもないイベントだと思うんですよ。で、宇宙船っていうのは、丸い窓がついてるんですよ。なんで中継してくれないのと。大気圏突入して真っ赤に、もう窓の外がどうなってるのか、僕らすごく知りたいんですよ。めちゃくちゃ見たい人多いと思うんですよね。需要はめちゃくちゃあると。でも、それ全然見せてくれないんですよね。で、まずここが一つ疑問なんですけど、もう一つあるんですよ。全自動で、自動運転で帰ってきたってことなんですよね。これは何を意味しているかというと、このスペース X が未来を予知することができるってことなんですよね。なんせ3日前に出発してるんですよ。で、フロリダ州の沖合に帰ってきますよって、それは全て計算して、飛ばして帰ってきてるとは思うんですけど、なんでそのフロリダ州上空の天候であるとか、風の強さであるとか、3日後のですよね。分かっていたのと。そんなん分かるんですかと。もし、それが分かるなら、飛行機、全て自動運転で行きましょうよ、と思うんですよ。飛行機っていうのは、離陸と着陸は人間がやるんですよね。で、飛び立って安定飛行の時にオートパイロットになるって僕は聞いたことあるんですけど。で、なんでその着陸する時にオートパイロットできないかというと、どういう風に風吹いてるかとかはもう最終的に人間がこう操縦しないとコントロールできないと。でも、スペース X はそういう風向きとか風の強さとか3日後にどういう風が吹くとか、予知できていたからこそ、このフロリダの沖合にちゃんと着水させることができたんだと思うんですよね。もしかしたら、すごい乱気流が発生してるかもしれないと。上空で。その可能性だってありますよね。飛行機でも時々乱気流に入ってエアポケットになったりするんですよ。そんなものがどこにあるかっていうのを予知できていたら、そこに突入する必要ないんですよね、飛行機が。なのに、3日後の、そのフロリダ州沖合の天候であるとか、風向きであるとか、風の強さであるとかは、もうあらかじめ分かっていたっていうことですよね。だからそこに降りることができたと。パラシュートで降りてくるので、とんでもない風が吹いてしまってたら、めっちゃ変な方向飛んでいってしまったり、するかもしれないですよね。危なーってしゃあないよと。でも、予知できているからこそ、それが可能だったってなるんですよ。じゃあ、飛行機も全部自動で行きましょうよと。あるいはもう、そういうシステムを作りましょうよと。飛行機が難しいのならヘリでもいいですよね。ヘリの方が離陸したり着陸するのは多分簡単だと思うので。それで人件費削減した輸送システムを作れるんじゃないですかとちょっと思ってしまうんですよね。なんせ未来の天候、風向き、風の強さが読めてるっていうことなので、まあそういうことを疑問に思いましたっていう話でした。実際、どういうふうにそれを計算しているのかはわかりません。以上、芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。